生姜焼き以外の生姜を食べられるようになりますように、ギナジロさんからいただきました。ありがとうございます。生姜焼き以外の生姜が食べれないということなんですかね。ちょっとじゃあ、あやめ様に、まあちょっとそれぐらいはね、聞き届けてもらえそうなんで行ってみましょうか。あやめ様、あやめ様、はい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 、 あやめ様、生姜焼き以外の生姜を好きになるためにはどうしたらいいのかっていうのが来てますけども。おー、ちなみに全く同じ理由でヨも食べられないんだよな。食べられないんだよな。 あやめ様も生姜苦手なんですか？そう、生姜焼きは食べられるんだけど、うん、なんかお寿司についてるガリとか、うん、なんかまあ紅生姜だったりとか食べられないな。そうなんですね。もうヨもダメなんだよな、それな。じゃあそんな願いが聞き届けられるんだったら自分のも聞き届けとるわということですか？まあ、ぶっちゃけ言っちゃうとそんな感じなんだよな。なるほど、いや、まあでも食べられる食べられるって思えば食べられるはず。なるほど。ちなみにじゃああやめ様は、生姜焼き以外の生姜は、うん、避けるタイプなんですか？うん、避ける。あ、避けるタイプなんですね。避けるタイプ。じゃあダメだ。何のアドバイスにもならない。まあでもきっと3日ぐらいには食べられるようになっとるよ。ゆうが願い聞き届けたり。聞き届けてる。なるほど。それはなんで食べられるようになるんですかね。ゆうが願い届けたから。無理くり食えってことです。よろしくお願いします。お願いします。はい。じゃあ、というわけでね、あやめ様ありがとうございました。